時々街でもよくね見かけたりしますけれども、このグループ A 仕様のカルソニックスカイラインはよくねこの状態で綺麗にね保存されている車ですよね。まあ、当時の規定で、まあ、購入を受けたパーツしか使えないということもありまして、外観はほとんど、市販車のまま、まあ、もちろんそのレース用の改造は施されているわけですけれども、見た目は街で走っている GTR とそれほど変わらないスタイルかもしれません。まあ、それでもエンジンは600馬力以上、4輪駆動のままレースを戦っていったこの R32GTR、 1990年から93年までこのグループ A の全日本ツーリングカー選手権のディビジョン1でチャンピオンをずっと獲得し続けまして、一度も負けることなくこのグループ A のレースは終了ということになったわけです。まあ、当時はディビジョン1がこの GTR をはじめとしたマシンで、ディビジョン2が 2.5 リッターまでの BMW の M3 などが走っておりました。それからディビジョン3の方は 1.6 リッターまでで、ホンダのシビックやトヨタのカローラレミ、こういった車がそれぞれのクラスでチャンピオンを争っていました。もちろん混走でねレースは行われておりまして、40台ぐらいのマシンが一度にレースを戦っていたという全日本ツーリングカー選手権、懐かしいなと、おっしゃる方も多いんではないでしょうか。さあ、それでは日産ヘリテージスペシャルライン、いよいよスタートです。松田次郎選手がデモ走行してくれました。どうぞ、ご拍手をお送りください。